徳島 SDGs 未来会議の代表でもある四国大学短期大学部の門泉先生にお話を伺いました。学生生活で SDGs っていうのは直接的にというかこう関係ってあるもんなんですかね？もちろん大ありです。今日はファッションのお話をしましょう。Who made your clothes? Who made my clothes? あなたの服を作ったのはさあ誰でしょう？世界のいろんな人たちですね。お洋服をお店で選ぶときにまず何を見ますか？価格を見ます。当然ですよね。そら高いものよりは安いものがいいです。その次何見ますか？デザインを見ます。デザインを見ます。そしてその次はなかなか出てこないですね。その次何見ますかその次は、やっぱりタグの部分を、はい、見たり。ここまでは皆さん見るんですが、その向こうにいる原材料を作った人、どんな人がどういうふうにデザインをしてどんなふうに工場で作ったのか、そのストーリーは気にしますか？なかなかこう意識せんかったらしないポイントかもしれないです。ですよね。 SDGs を考えるというのは今のように自分たちが使ってる、食べてる、あるいは着てるそのものの向こうにある背景やストーリーを考えるところから始まるんですよね。生まれてから廃棄されるまで、廃棄といってもまたそれがリサイクルされて新たな命を持つわけですが、そういったものの一生というのを大事にしていく。そしてそこに関わっていく人、関わっているもの、さらには文化や歴史もしっかりと考えた上で地域の経済、そして人、物を回していく、これが実は SDGs の基本でもあるんですね。で、SDGs のゴールというのは17個あります。ご存知ですか？はい。特に何か意識しているゴールってありますか？私は作る責任、使う責任っていうのを、はい、いつもこうやっぱりこう消費生活の中で特に意識しやすいポイントかなっていうふうには思っています。12番目のゴールですよね、はい、じゃあ12番目のゴールはすごく自分は頑張るんだけど、1番飢餓をなくそう、ね、貧困をなくそう、あるいは4番の、質の高い教育を、ジェンダーフリー5番ありますよね。12番は頑張るんだけど他のゴールはどうでしょう？意識しますか？なかなか自分だけでは立場的にも難しい部分があるっていうふうに感じます。そこがね、 SDGs の面白いところで、若い方には分かりにくいかもしれませんが、桶、分かりますか？桶を想像してみてください。桶の周りってこう板が組まれてますね。この板の高さが高く揃っているとたくさんの水を汲むことができるんですが、その板が凸凹だと一番低いところまでしか水が入りませんね。17のゴールっていうのはみんなつながっているんです。さらには SDGs は目標は何年ですか？2030年です。そうです。2030年に達成するためには、じゃあ1年前にはどこまでやっとかなきゃいけないか、5年前にはどこまで行かなきゃいけないか、つまり未来の目標から逆算して考える、これバックキャスティングっていうんですが、 SDGs はバックキャスティングで考えることが大事なんですね。実はこの SDGs の考え方は私たちの仕事や勉強、生活の中にも非常に生かすことができる考え方でもあるんですね。私たち学生が具体的にできることっていうのはどんなことがあるんですか？毎日の生活の中で、例えばもうマイバッグは持ってらっしゃると思うんですが、マイボトル、マイカトラリーを持つというのもできますよね。人口的に若者の割合って少ないんですが、未来は皆さんが全てなわけです。ですから仲間を作ること、なあこんなことやってみようよって呼びかけながら、学生は学生さんのネットワークを広げることが大事ですよね。恥ずかしいとか、いやなんかこうええ格好してるみたいで誰かに何か言われないかな、そんなことを心配する必要は全くないです。ちょっとした買い物、ちょっとした行動の中に少しだけ、あ、これ環境に配慮してるかな、これ未来のためにいいかな、これ地域を元気にできるかな、そういうことを考えるきっかけを持って行動していただきたいなと思います。